皆さんこんにちは、ケビンです。2023年のブレードショーにやってきました。それじゃあ早速行ってみましょう。ウィンクラーナイフに来ました。I know where Michael is. Hey, how are you? Good, good. What's yourself? Anything new? We have the 2023 and the fourth edge. It's on that side. That side? Okay. Mm-hmm. What's and, then, and we've got some specials here uh-huh. as well with the purple hardwood. Yeah, yeah. I think it looks new. It's not something that we will normally sell. It's just a special for the show. Oh, special for the show. Yes. Oh. Limited edition. It is limited. We had like two different stacks last year, but there's... 2023年のナイフショーのリミテッドエディションみたいですね。この赤いパープルなのかな？何のハンドル材なんだろう？このフォレストエッジっていうこのナイフが、これが新しいやつみたいですね。2023年の春にデザインされて、あ、これ今日から発売だ。今日のブレードショーから発売された新しいモデル、ザ・フォレストエッジ。フォレストエッジっていうぐらいなんで、森で使うブッシュクラフト系のナイフですかね。うん、あ、握りはすごくいい。握りはめちゃくちゃいいですね。この優しい感じのこれがすごい手にフィットする。これめちゃくちゃいいな。ただブッシュクラフトナイフとして使うにはどうだろうな。ちょっと料理とかはねすごくやりやすそうだけど。これはなかなかいいですね。これが欲しいね。これナイフ置き、これが欲しい。これ去年は見てない気がしますね。これはなかなか味があってかっこいいな。握りやすいし、フルタングですね。このシンプルイズザベストと言わんばかりのブレードには何にも書いてないですね。ウィンクラうん、このタクティカル感がある。あ、こうなってんのね。ここでなんかロープとかねじ切れそうですね。こういうなんかちょっとこういわゆるサバイバルナイフみたいなのいいですね。刺すにもね一応ガードがついてるから良さそうで。うん、これいいね。シースがハイデックスのザ・タクティカルって感じですね。これ初めて見たな。なんか面白い形の。これはちょっと若干手が痛くなりそう。尖ってるわけじゃないんだけど、ちょっと小さいですね、ハンドルがね。このなんかこうナスカの絵みたいな感じのこのハンドルがウィンクラーってかっこいいですよね。たまんないね。いいね、かっこいい。あとはこのミニハチェットケースね。重た。あ、フルタングなんだ。すごいなこれ、フルタングの斧。これこんな小さいのにめちゃめちゃ重たいですよ。すっごい重たい。全然なんだろう、ヘッドヘビーじゃない。普通はねここ全部木で
あの金属はこの先っちょだけじゃないですか。でもフルタングなんでめちゃくちゃ重たくて、全然なんだろう、ハンドルヘビーってわけじゃないですけど、これはね破壊力ありそうだけどめちゃくちゃ手疲れそう。かっこいいね、穴掘れそう。このちょっとやっぱ紫がかったハンドルかっこいいですね。この動画が面白いねと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもどしどしお待ちしております。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you soon! Bye bye!